小国高校のセンターパスにより第1クォーターが開始されました。
第1クォーターが終了しました。ここで3分間の休憩に入ります。第2クォーターが開始されました。Bコート、玄海高校の選手の交代をお知らせします。14番、秋山一佐選手に代わりまして、11番、山口正樹選手が入ります。B コート小国高校の選手の交代をお知らせいたします。4番佐藤龍我選手に代わりまして、12番綿貫龍斗選手が入りました。
信信号が応答しませんでしたので、今ちょうど出ました。
第2クォーター、ただいまの得点は第2クォーター12分、小国高校11番山崎光龍選手によるものでした。第2クォーターが終了いたしました。玄海高校0点、小国高校1点、0対1で小国高校がリードしています。観客の皆様へお知らせいたします。これより10分間のハーフタイムに入ります。散水を行いますので水の行方にご注意ください。
高校のセンターパスにより第3クォーターが開始されました。
B コート、ただいまの得点は、第3クォーター13分、小国高校11番、山崎光龍選手によるものでした。ただいま玄海高校10番失礼しました、庄司康太選手にグリーンカードが与えられました。よって2分間の退場処分となります。失礼しました。第3クォーターが終了しました。ここで3分間の休憩に入ります。ありがとうございます。
足で大丈夫なのかな。いいと思うけどね。なんか左中段だけど、まあ、いや行こうか。ほら、あ、引っかかって、あの階段伸ばしながらって行きます。あ、そうか。ちょっと黒もそれです。あ、あ、怖い怖い。あ、そっか。はい、テープが地面に固定されてるので。そうそうそう、テープが地面じゃない、コードコード。そっか、これは置きっぱなしでいいのかな。じゃあこれだけずらせばいいのか。とりあえず、あ、これだけと変わって、この黒い紐がね、絡まってるんですよね。一回置きましょうか。もう試合始まっちゃいますね。それやるとか、あ、ちょっと、入るかな。この辺りで、ね、取れない。ここだとちょっと、あ、そうなの。怖い怖い怖い、めっちゃ怖い。出しましょう。一回こっちで取ってきます。もう試合目にずらします。これがいいかな。戻します。取れないですね。ここだとまあここがなっちゃう。一回取って第4クォーターが開始されました。玄海高校の選手の交代をお知らせします。11番山口正樹選手に代わりまして、15番中村大輝選手が入りました。
B コートただいまの得点は第4クォーター12分玄海高校2番周野大地選手によるものでした。試合が終了いたしました。小国高校対玄海高校の試合は第1クォーター0対0、第2クォーター1対0、第3クォーター1対0、第4クォーター1対1の計3対1で小国高校が勝ちました。勝ちました小国高校は明日の2回戦に進みます。